はい、こんにちは。いとっちゃんねるでーす。7月23日土曜日ということで、土曜の牛の日なんですけれども、今日ね、うなぎね、食べる日ですよね。皆さんね、うなぎぜひ食べてください。高いですけどね。僕もね、今日これからね、うなぎでも買ってきて、夜ご飯にね、焼いて食べようかな。まあ、焼いてあるやつ食べるんですけど、食べようかななんて思っております。で、まあ、精力つけてね、元気になろうみたいな話なんですけれども、まあ、僕も結構ね、最近夏バテ気味で、とにかくね、うなぎ食べればちょっと良くなんじゃないかっていう気休めもあるんですけどね。はい。でね、僕ね、夏すごく苦手で、寝汗がね、とにかくすごいんで、寝てる時にね、あ、背中からね、すげえ汗出るんですよね。でね、もうぐっしょりなるんですよ、布団が。汗染み込んじゃって、えらいことになるんですけれども。で、今はね、ベッドで寝てるからいいんですけど、前のね、住んでたアパートでね、僕布団敷いて寝てたんですけれども、で、ね、汗すごいかくもんだからぐっしょりしちゃってね、布団がね。でもね、その布団変えることなくてね、なんていうか、ずっとね、その汗染みた状態でね、布団使い続けてたんですよね。そしたらね、ある日ね、その布団をめくってみたらね、床にね、すごい黒いシミができてるんですよ。床がなんかちょっと腐り出してるっていうかね、僕の汗でね、腐り出してね、人型のね、黒いシミが出来上がったんですよね。衝撃的で結構ね。で、そんな黒いシミができた状態でね、そのままずっと寝続けたんですけど、で、ある日ね、やっぱりそのアパートもその出払って引っ越すぞっていうタイミングでね、大家さんにね、最終チェックしてもらうんですけど、出てくタイミングで。そしたら、大家さんにね、この黒いシミなんだって言われて、ね、人型の黒いシミができて、ね、まるでね、なんかね、おじいちゃんが孤独死したみたいなね、そんな跡が残って、大家さんにね、この黒いシミなんだって言われて、ね、いや、これ僕寝てた後ですねって言ったらね、これは床張り替えなきゃダメだって言って、もう事故物件だと思われちゃうって言って、床張り替えなきゃダメだって言って、ね、敷金ほとんど持ってかれたっていうね、そういうね、体から出る液でね、そんな感じのことがあったんでね、皆さん床で寝てる人はね、特にね、汗かく人はね、そういうね、トラブルがあったりしますんでね、皆さん注意していただければなぁなんて思います。はい。で、今日はね、何するかというと、ここにね、2台並べてるんですけど、1X プレイヤーですね。上がね、1X プレイヤーと、1X プレイヤーミニの方ですね。こちら2台並べてます。僕といえばね、1X プレイヤーをね、すごいお気に入りに使ってるんですけれども、こちらがね、ちょうど今ね、バングッドさんでセール中なんですよ、実は。こっちの特には 1X プレイヤーがね、セール中になってて、セール中ですよ。整理中じゃないですよ。何言って。自分で言っときながらあれなんですけど、セール中になってます。はい。はい。安くなってますんでね。まぁ、ちょっと今日はね、1X プレイヤーで、ちょっと動かして遊んでいこうかなという、シンプルな動画になってますんでね。ぜひ、興味持っていただければなぁ、なんて思っております。非常にね、僕のお気に入りで、本当にね、すごくいいです、1X プレイヤーはね。ミニになってね、なおさらちょっとね、持ち運びやすくなってね。すごく良くなったなぁ、なんて思ってますんで、まぁ、ちょっと今日はこちらの、お話をしていこうかなと思っております。じゃあね、早速ね、やっていこうと思います。はい、じゃあね、先に 1X プレイヤーのね、お値段の方を先にお伝えしようかなと思います。バングッドさんでね、こちら購入することができるんですけれども、クーポンコード、それぞれ8月15日までのクーポンコードが出てまして、これを適用するとね、i7 の方、CPU が i7 のね、方は14万3000円かなといった感じですね。で、参考までにね、Amazon 価格載せておきます。17万8000円です。だからね、3万ちょっと安くなってるんですよね。アマゾンと比べても。アマゾンもね、定価19万8000円とかでクーポン適用して、この値段になってるんですけど、まあ、バングッドさんの方はね、相当安いです。はい。14万、まあ、高いんですけどね。14万でも高いんですけれども、まあ、相当安くなってますんでね。ぜひともご購入検討してみてはいかがかなと思います。で、AMD のライゼン7版も出てます。で、これもね、同じようにクーポンコード適用すると、13万3000円ということで、まあ、ざっくり4万円ぐらい、安い。
これ Amazon もね、参考価格つけてるんですけど、まあ3万8000円とか、それぐらいの価格で値段の差が出てるというところで、かなりね、安くなってますんで、本当にワンエクスプレイヤーすごい安くなってるなと。まあ値段ね、高いんだけれどもね、高いんだけども確実ですからね、これね、ぜひね、ご購入検討してみてはいかがかなと思います。ちょっとね、後ほどこちらのワンエクスプレイヤーを動かしていこうかなと思います。で、ワンエクスプレイヤーミニもね、これ今、もう僕売り出してるんですけれども、24% オフになってます。7月31日までのこちらのクーポン適用すると、24% オフになるということで、ざっくりね、16万とかそれぐらい、16万、17万ぐらいになってます。もともとね、Amazon 価格もっと高いんですよ。確かね、高かったと思うんで、まあ Amazon より1万円ぐらい安いかなっていった感じですね。クーポンこれ適用すると1万ぐらい、Amazon より1万ぐらい安くなってますんで、まあ、ぜひね、こちらもご購入検討してみてはいかがかなと思います。僕ね、2台持っててね、こちらが本当にね、実行部隊でね、外持ってっても持ち歩けるぐらいのコンパクト具合です。で、こちらのワンエクスプレイは家用かなといった感じで、家のね、デスクトップみたいな感じで使いますんで、ぜひね、で、紹介動画もね、以前上げてるんで、この2機種ね、どっちも上げてますんで、それ概要欄に見ていただければなと思います。概要欄にリンク貼っておりますんで、興味ある方ね、見ていただければななんて思います。はい、ぜひね、こちら、ワンエクスプレイヤーとワンエクスプレイヤーミニね、安くなってますんで、ご購入検討してみてください。ということでね、早速ね、ちょっとね、ワンエクスプレイヤー動かしていこうかなと思います。はい、ワンエクスプレイヤーね、立ち上げました。こんな感じで、Windows の11がね、インストールされております。買った時点でね、そういう状態です。で、僕はね、何本かもうゲーム入れてたりとか、レトロバットでレトロゲーム遊んだりっていうような感じの使い方をしております。本当ね、いろんなボタンついてるんですけど、こっちセレクトとかスタートとかって感じだったりとか、あとキーボードボタンもね、こんな感じで、キーボード、仮想キーボードこうやってね、出せます。で、あとね、このキーボードボタン長押しすると、マウスモードになるんですよ。こうやってね。ほら、マウスのカーソルがね、こうやって動いて、あと、クリック、右クリック、左クリックみたいな感じで。で、また押すとね、マウスモードがね、解除されたりっていう感じになります。まあ、こんな感じで。で、ターボボタンっていうのがあってね、ファンをね、強く回す、ボタンだったりっていうところで。まあ、いろいろね、こういう多機能なところもあって使いやすい感じです。普通にね、タッチパネルでこうやってね、使えますんで、普通にインターネットとかもね、こうやって、できますんでね。はい。こんな感じで出てきます。いいですね。うん。使いやすいかなと思います。出てきましたね。はい。非常にね、いろいろタブレットみたいな感覚で Windows が使えるっていうのもありますし、まあ、結構いい感じかなと思います。じゃあちょっとね、ゲーム、レトロゲーム何本かね、動かしていこうかなと思います。じゃあね、早速、レトロゲーム動かしていこうかなと思うんですけれども、レトロバットってやつね、ここにね、あるんで、入れているんでね、こっちをね、起動させようかなと思います。ダブルクリックでね、起動します。起動するかな？うん、ダブルクリックは適用になってないね。こんな感じですね。はい。起動しました。まあ、ちょっとね、ネオジオ風にエミュレーターステーションが立ち上がるっていうね、こういう味な演出がね、あるのがレトロバットなんですけど、こんな感じでね、いろいろこうやってソフトを入れてます。はい。こちらの方じゃあね、何本か動かしていこうかなと思います。はい、じゃあまずね、1本目、ファイナルファイト CD ですね。まあ、これちょっとジャブでね、まあ、メガドラミニ2にね、最近収録されることが決定したんで、ちょっとこちらね、選んでみました。パンチ速度がね、遅いんですよね、これね。そこをね、ちょっと見ていただければなと思うんですけれども、まあ、それもね、ちょっと味としてね、まあ、ちょっと害使いますけれども、パンチがね、直してほしかったっていうところですね。これはね、オリジナル版、こうやってパンチがね、まあ、早く見えるんだけど、当たった時にね、ちょっと遅いんですよ、これ。このね、ワンテンポね。それがちょっと悲しい。うん、なんかもうちょっとバチ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 って入れたいんだけど、ちょっとね、遅いっていうね。これでもね、ガイはね、まだパンチ速度速い方なんですけどね。でもね、やっぱりね、ワンエクスプレイヤーでやると、かなりね、迫力がね、重点音がすごいんで、このスピーカーの。だからね、結構ね、楽しめるかなと思います。ゲームセンターにいるような感覚でね、楽しめるかなと。ちょっとやっぱ遅いね、パンチ速度がね。うん、ちょっとそこがね、気になるかなと思いますけど。はい、あげ。
投げましょう。よいしょ。よし、囲まれちゃったね。これがね、ちょっとね、爽快感をね、ちょっと損なわれてるというか、あんまりね、異色のね、ここは完成度高くないなっていう、そこがね、ちょっとユーザーさんのね、意見の分かれるところだったんですけど、このパンチ速度が、ね、遅いっていうところが。よし。ちょっと遅いよ、やっぱりね。バチッバチッって当たる感じはね、気持ちいいんだけどね。よし。まあちょっと一面だけ空いてて、このね、ハゲデブがね、よく中学校時代よく真似しましたね、これね。この頭で突進してくる感じ、これね。これよく中学生よくやりましたね。当時の中学生はみんなやったんじゃないかな、このハゲデブのね。よし。いて。下手くそすぎだろっていうね。これいいかな。まあ、次もうちょっとボスかなといった感じなんですけど、でも迫力やっぱ音楽がいいですからね、このね、ファイナルファイト CD はね、そこですよね。ちょっと日本刀持ってね、もう本当にこれ殺人鬼ですよね、これやったらね。完全に殺人鬼ですからね。いて。あとボスがね、この黄色いやつ、なんだっけな、ダムド。よし。いいですね。でね、いっぱいね、仲間呼んでくるんですよね、こいつ。で、間に入ってくるっていうね。すごくね、性格が悪いというかね。この一面のボスはね。痛いね。よし。また、もう一回あれかな、仲間呼ぶかな。よしよし。また入ってきた。いじってて。で、また燃える。ああ、下手くそすぎだな。超下手くそプレイですね。いて。もうちょっとですかね。倒したかな、これでね。はい。こんな感じでね、まあ、ちょっとなかなかの下手くそプレイだったんですけど、まあ、迫力はね、しっかりあるんでね、まあ、メガドラミニ2でも収録されるんで、ちょっとね、期待かな、なんて思っております。はい、じゃあ続きまして、1X プレイヤーミニの方になるんですけれども、ちょっと PSP のね、鉄拳6動かそうかな、と思ってます。で、こちらのゲームね、結構実は重たいんですよね。で、まあね、のっそーり動くことが結構多かったんですけれども、まあ、ワンXプレイだと快適に、しかもね、これ解像度4倍にしてます。かなりね、いい感じだと思いますんでね。どうしようかな、キャラね。毛並みとかちょっと気になるから、このカンガルー使ってみましょうかね。いいですね。カンガルーのね、お腹の中のね、子供の方ですね。かわいい。いいですね。子供がね、かわいい。お腹に入れてるのね。いいですね。おー、いいですね。まあ、鉄拳といえばね、こうカンガルーとかパンダとか使えるのがね、お馴染みですけどね。うん、いいですね。かわいいね、このカンガルーがね。いいですね。かわいいね。ああ、いいですね。めちゃめちゃ快適にヌルヌルに動いてますね。こちらもね。あ、いいですね。このステップもたまらないです。あ、いいですね。相撲取りとね、このカンガルージュニアですね。お腹の子もね、こうグローブ履いてるのがかわいいですよね。いけいけいけ。かなりね、快適に遊べますね、本当にね。鉄拳もね、しっかり遊べるかなと、いった感じですね。いいし、いいし、いいし。全然もうね、遅延とか一切ね、ぬるぬる動いてますね。
ちょっとね、単調な攻撃になっちゃうんだけど。かわいいね。かなりかわいいね。こんな感じで、サクサク。昇級したいよね。いけ。まあ、あんまりね、鉄拳僕下手なんですけどね。どちらかというと、バーチャルファイターの方が得意だったりするんですけど。いいですね。めちゃめちゃ綺麗です、グラフィックが。よいしょこんな感じでね、かなり楽しめるかなと思います。いいですね。うん、このちょっと昇級したら、ちょっとここまでですね。よいしょなかなかの薄毛の人ですね。スキンヘッドの人結構怖いですよね。はい、こんな感じで昇級しましたね。はい、かなりね、遊べるかなと思います。あ、かわいいね、これね。はい、じゃあ次のゲーム行きたいと思います。はい、じゃあ続きまして、ゴッドオブウォーですね。このゲームね、重たいんですよね。このシリーズは毎回重たいってことでね、PSP でおなじみなんですけど、今ね、解像度4倍にしてます。これでどうかなって言ったところで。いいですね。目が。近い。こんな感じでちょっとね、ここ飛ばしたいんで、こうやってね、ムービーをこうやって、早送りしてます。今ね、4倍速ぐらいにしてますけどね。ムービーこうやって飛ばせます、こんな感じでね。はい。ね、こんな感じで、やっとゲーム画面になったんですけど、もうサクサクですね、これはね。もう全然大丈夫です。PSP ぐらいだったらもう大体全部ね 100% ちゃんと動くかなと思います。いいですね。まあ中にはちょっと微妙なのもあるかもしれないですけどね。エミュレーター自体の問題で動かないのもあるかもしれないんですけど、もう 1X プレイヤーぐらいでパワー足りないってことはもうないですよね。サクサク。ヌルヌルですね。はい、こんな感じで。こうね。まあ、嫌なところはちょっと飛ばしていってね、うん。時間かかるところはこうやって早送りしながらやっていけば、かなり時間の短縮になるかなと思いますんで、こういうこともね、できるのもね、パソコンのエミュレーターならではってとこですよね。めちゃめちゃ快適ですね。解像度もまた4倍にしてるからね、綺麗なんですよね、グラフィックが。よいしょ。ここにか？これかな？スライドして引きましょう、みたいな。はい、引きました。はい、ドーン。みたいなね。はい、船沈めました、みたいなところですね。はい、こんな感じでね、かなり快適に遊べますよね。ゴッドオブウォーなんてね。穴開いたんで、ここからちょっと下行きましょうかね。ちょっとなんか落ちてますね、ここにね。あ、死骸ですね。はい、ここをこんな感じで落としていって、ゴッドウォーシリーズもね、なんか今年また新しいの出るんですよね。PS5 かなんかでね。もう毎回やってますけどね、ゴッドウォーシリーズは。またね、改めてこうやっておさらいするのもありなんじゃないかなと思いますけどね。よし。このジジイが主人公ってね、妖芸あるあるなんですよね。いや、これで。わーっと、あー、でかいのが出てきましたね。おー、おー、おー。こうやってね。あ、食われちゃうんだ、これね。そう。ゴッドウォーといえばでかいボスがね、有名ですから、こんな感じのね、でかいボスと戦っていきましょう。おう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 。で、回避しましょう。ね、おー、ブブ。こうか。よし。いいですね。かなり快適に遊べますね。これいいですね。PSP との相性すごくいいですね。めちゃめちゃ遊べますね。ずーっとね、ここ右上見ればずーっと 100% で動いてるかなと思いますんで、ほぼ処理落ちしてないですもん、ここはね。完璧な状態で遊べてるといった感じで、いいんじゃないかなと思いますね。はい。よし、おー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 おお。で、まあこれでアタックが出たらってことで。丸ですね。あ、ここ丸かな。
はい、ドーン、ドーンみたいな、罰かな、あげ、潰されちゃった。これがね、結構ね、このゲームのね、苦手なとこだったりするんですけど、このタイミングよく押すっていうところがね。またね、パワー回復しちゃうんだよね、これでね、ボスもね。あ、また回るからですね。はい、回る。よいしょ、ドーン、ドーンと。で、罰。バスッと。はい。よいしょ。はい。っていう感じですかね。で、これを棒でね、殴りましょうっていう、とどめさしましょうって感じだと思います。この棒でね。はい。はい、よっこだ、ショット。っていう感じですかね。うん、かわいいですね。ボスキャラもちょっとかわいく見えてきますね。こうやってね、見るとね。はい、こんな感じで、かなり快適にね、ゴッドボーも動きますと。いった感じでね、いい感じだと思います。はい、じゃあ続きまして、パソコン用のゲームなんですけど、Doom ですね。こちらね、結構前に買ってたんで、ちょっと遊んでみようかなと思います。途中までね、遊んでて、ゲーム続行になりますね。うん、なんかね、買ったのはいいんだけど、全然遊んでなくて、で、結構なスペック求められるんですけど、1X プレイヤーだったらね、全然動くかなといった感じです。うん。ぬるぬる。はい、こんな感じでね、行きたいと思います。よし。このね、この惑星の感じめちゃめちゃ綺麗ですよね。下行くのかな、多分ね。おー、怖い。怖いですね、これね。ちょっと震えそうになりました。おー、こっちから行けるかな。よし、ここかな。こっち行けそうですけど、ここ登れないのかな？登れないですね。こっちかな？明らかにこんな感じで行く感じです。ここちょっと登れっていう感じですね。で、なんか、なんか落ちてます？これ。なんか落ちてますね。まあ、これを押すと、これで拾えるんですね。もう操作性がね、よくわかってないっていうのもあるんでね。拾いましたね、何かをね。あとは、火の感じもね、めちゃめちゃ綺麗ですね、この表現がね。こうやってね、楽しみながらね、行きたいですよね。お、なんか落ちてますね、そこにね。で、敵がね、いますね、ここら辺にね、ちょっと見えるのはね。よいしょ、ちょっとゆっくり行きましょうか。囲まれちゃうとね、大変なら、いますね、ここにね。よし、よし。はい、スパイシー。スパイシーですね。はい、スパイシーです。ここにもいますね。なんか、ゾンビみたいなのいますね。よいしょ。あ、なんかいますね。突進してきましたね。よし。はい、倒しました。これね、FPS とね、こうやって没入感がすごいですね。やっぱりね、こうやって見るとね。よし、よいしょ。よいしょ。おーおー、強い強い強い。よいしょ。よし。倒しましたね。めちゃめちゃ撃ってくんだ、敵。こうやって隠れながら。なんか後ろから攻撃されてるような気がするな。なんか攻撃されてる。あ、いた。いた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 。よし。わー、やられちゃったね。やられちゃった、これ。やられちゃった？やられちゃいましたね。やられちゃいましたね。はい。チェックポイントからロードってことで。また最初からになっちゃうのかな？ちょっとぼやけてますね。よし。はい、こう、また最初からですね。はい、こんな感じでね、結構ね、しっかりね、問題なく動きます。1X プレイヤーでもね。よし。おうおう、もうちょっとさっきのところもう一回行ってきますけどね。ここかな？うん、ここですね。よいしょ。もういきなり囲まれたんでね。これですね。こいつらですね。よし。よし。なかなか死なないですよ。なかなか倒せない。こんな感じでね、倒してって、殲滅していただければなと思いますけど。よし、いてててて、いきなりこう接近する、いてててて、またやられちゃいましたね。ああ、やられちゃいましたね。はい、こんな感じでね、結構面白いんだけど難しいゲームですね。はい、いいですね。あ、スパイシーです。はい、ということで、本日は 1X プレイヤーのね、セール情報をメインにね、お伝えしたかったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、古いものからね、レトロゲームからね、新しめのゲームまでね、幅広くカバーできてるっていうところがね、1X プレイヤーシリーズのね、いいところだと思います。スペックがね、やっぱりそれなりにあるので、もちろんね、最近のゲームも遊べるかなと思います。もう本当に最新の最新のものだったらね、ちょっと画質落とさないと遊べないのかもしれないですけどね、サイバーパンクとかね、僕ちょっとそれ遊んでないからわかんないんですけど、結構ね、しっかりゲーミング用の PC として使えるんじゃないかなと思います。うん。
ぜひね、興味を持った方、ご購入検討してみてください。まあ、繰り返しになるんですけど、値段がね、安くなっております。Amazon 価格より3万円ぐらい安いのが 1X プレイヤーですね。インテルの、i7 シリーズと、AMD の Ryzen 7。二つのね、あれが出てます。ぜひね、興味のある方ね、ご購入検討してみてください。安くなっております。で、1X プレイヤーミニもね、こちらの方も 24% オフで安くなっております。Amazon 価格よりも1万円ちょっとかな、それぐらい安くなってますんで、まあ、ぜひね、バングッドさんでご購入検討してみてください。気になってるって方はね、持ち運びたいなって方はね、1X プレイヤーミニの方をおすすめします。まあ、家でディスクトップ風に感じで使えればいいやって方は 1X プレイヤー、こちらの方で、ね、検討していただければなと思います。すごくね、サウンドの分がね、音が鳴った時にすげえコントローラー震えるんでね、すごいこの迫力っていうところがすごいあるっていうのがね、本当ぜひね、このゲーム体験をね、感じてほしいなぁなんて思います。本当にね、これ買ってよかったなと思ってますんでね、僕もね、はい、ぜひ皆さんにおすすめしたいと思います。ちょっと高いんですけどね、はい、13万円、14万円の価値はあると思いますんでね、ご購入検討してみてください。ということでね、本日はね、こちらのちょっとセール情報を伝えたかったんで、こちらメインで動かしてみました。はい、ということでね、今日の動画役に立ったって方いましたらグッドボタンを押していただけると嬉しいです。あとセール情報はもちろんね、今後もいろいろエミュレーター検証とかしてきますので、チャンネル登録していただけるととても励みになりますので、よろしくお願いします。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。いとっチャンネルでした。またの、次の動画でお会いしましょう。うなぎ買ってくることチラッと頭をよぎってね。なんて言おうかなって感じましたけど。はい。いとっチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。